ジャンカステックスは、フランスの政治家、官僚。2020年7月3日から、エマニュエル・マクロン政権で、第24代フランス首相を務める。1965年6月25日に、ジェイル兼ビッグ・フェザンサックに誕生する。国民運動連合から解消された、共和党の党員となった。2008年から2020年まで、ピレネーオリアンタル兼プラード市長。 2011年から2012年まで、フランス共和国大統領府事務次長、2010年から2015年まで、ラングドックルシオン地域県議会議員、2015年からピレネオリアンタル県議会議員を務めた。2020年には、コロナウイルス感染症の流行を受けて、フランスで行われたロックダウンの段階的な廃止の調整を担当している。その後、エマニュエル・マクロンによって、 エドアル・フィリップの後継の首相に任命された。共和党に留まったフィリップと異なり、カステックスは首相就任にあたって共和党を離党した。1979年から1982年まで、オートイコール・ピレネー県のモンレオン・マニュアックにある、ノートルダム・ド・ガレゾンの生徒であった。カステックスは1982年にバカロレアを取得し、その後、トゥールーズ・ジャンジョレス大学で、 歴史学の学位を取得した。1986年にパリ政治学院を卒業し、1987年には広報の修士号を取得し、1989年にはフランス国立行政学院に入学した。1991年に国立行政学院を卒業後は会計院に入り、1994年に判事となり、2008年に上席判事を務めた。 1996年にバール県保健社会局長に任命された後、1999年から2001年まで、ボクルーズ県事務局長、2001年から2005年まで、アルザス地方監査会議所議長を務めた。2005年から2006年まで厚生省の医療提供総局で入院、ケアの組織化のディレクターを務め、病院における、 目的概念の導入やコスト合理化に貢献した。2006年から2007年まで厚生省で、グザビエベルトランの秘書官を務め、2007年から2008年まで、労働省に勤務した。2010年11月に、レーモンスービエの公認として、大統領府のニコラサルコジの社会問題顧問に就任した。2011年2月28日には、エリゼの事務次長に任命され、 2012年5月15日のサルコジ大統領の任期満了までその職を務めた。プラード市長者2008年3月にプラード市長に当選し、2010年3月にはピレネオリアンタルでレーモン・クーデルクの国民運動連合、NC 連合を率いた後、ラングドックルジオン地域県議会議員に当選した。2015年までこの職に就いている。 2014年3月の市長選挙では、1回戦で70.2%の得票率で、プラード市長に再選された。2015年3月には、LA の除染でとともに、カタルーニャピレネーカントンの部局評議員に選出された。2017年10月6日に、カステックスが会長を務めるコミューン館、協力公共機関評議会の会合では、1週間前の、 カタルーニャ独立住民投票で、スペイン国家による暴力の犠牲になったカタルーニャ人への支持を肯定し、独立の賛否を自ら表明することはなかったものの、投票権を行使するために平和的に集まったカタルーニャの有権者に対する警察の暴力に憤慨している。とする動議を代表者の一致で可決し、暴力は民主主義に値しないと称した。年の地方選挙では、 一度目の選挙で76%の得票を獲得、その後、同年5月23日の市議会では29票中25票の得票で、プラード市長に再選された。2012年フランス議会総選挙では、ピレネーオリアンタル県第3選挙区の候補者として、立候補したが、社会党候補のセゴレーヌ・ヌービルに敗れた。そして2012年周期大会では、 フランスはフィヨの国民運動総裁職への立候補を支持している。2017年9月には2024年にパリで開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会の閣僚官代表に任命された。2018年1月24日、主要スポーツイベントの部局官代表にも就任。2019年4月20日から同日付で設置された。 国立スポーツ機関議長に就任。カステックスの収入は2020年1月14日に公共生活の透明性のための高等機関に申告された。ロブ氏によれば首相になるまでの間彼は様々な政治的行政的職務によって年間20万ユーロ以上を受け取っておりフランスで最も高級取りの公務員の一人となっていたとのことである。 2024年のパリオリンピック・パラリンピックの閣僚館代表として年間16万ユーロの収入を得た。2008年以来のプラード市長と2015年以来の部門評議員。この報酬には彼の選択的任務に連動した手当が追加される。2020年4月2日にエドアール・フィリップ首相から新型コロナウイルスの流行による フランス国民のロックダウンからの段階的な脱却のための戦略に関する政府の作業を調整役に任命された。これにより彼はムッシュ封じ込め会場やスイスアーミーナイフの愛称で呼ばれるようになった。2020年7月3日にフィリップが首相を辞任したことを受けてマクロン大統領がカステックスを首相に任命した。彼は同日共和党を離党した。 プラード市長者では、イブ・デルコルが副市長を務め、部局評議会では、ピエール・バタイユが就任した。カステックスの首相就任は、対照的な反応を引き起こした。右派では、フランク・ルーブリエ、バレリー・ペクレス、クザビエ・ベルトランなどの著名人が彼の国家の奉仕者としての資質を認めたが、左派では、テクノクラートと見られていた。新首相の任命は、2022年の 大統領選挙の観点から政府首脳の政治的役割を事実上抑制したいと考えている国家元首の個人的な力の現れと見られている。権力の引き継ぎの時カステックスはフィリップとの価値観の共同性を主張したが健康危機のため優先順位を変更する必要があるのでその方法が適用されなければならないだろうと述べた。任命された日 TF1 の 20時間分の日記に出演したカステックスは自身を社会的ゴーリストと称した。父のクロードは教師、祖父のマルクは JL 県選出元老院議員でビッグフェザンサック市長であった。生のキャステックスはガスコ入ニのキャストアスに由来し、城を意味している。健康上の理由のため5歳からピレネーオリアンタル県に滞在するようになり、その後定期的に往来した。 将来に配偶者となるサンドラ・リブレグと出会ったのはピレネオリアンタル犬であった。夫妻の間には4人の娘たちがいる。カステックスはフランス語とカタルーニャ語を話す。ありがとうございます。